新井城は神奈川県三浦市、三崎町小和城に所在する日本の城跡。新井城、小和城,城、三崎城とも、相模三浦市の本拠地とされる。1、新井城。2、三崎城城跡は、三浦半島の西岸、小和城湾と油壺湾の間に突出する標高26メートルの三崎城の高台に位置し、現在東京大学大学院理学系。 研究家付属臨海実験所の敷地となっている、付近が本局林とされる。なお、三浦市の遺跡地図では、油壺の岬部分から、三崎町小アジロ地区の内陸部まで、極めて広大な範囲を、荒井城石としている。荒井城の南東 2km の三浦市役所付近には、同じく、三浦市の居城と言われ、後に、ご法上市の城となった、三崎城がある。従来、 ご法城市関連の資料などから、新井城と三崎城は別の城と考えられてきたが、近年では、相模三浦市時代には、三崎城として単一の城を構成しており、ご法城市が道城南部の海側部分を改築した時に、旧城である新井城と、新城である三崎城に分けられたと考えられているという。なお、同市遺跡地図上では、新井城と三崎城は別個の遺跡となっている。 戦国時代初期の明王三年に、三浦時高、公共の親子から、荒井城を奪った、三浦義厚、義だったが、永昇級から十三年、小田原の伊勢聖寺に城を囲まれた。三年にわたる牢城戦を繰り広げたが、ついに陥落して、相模三浦氏は滅亡した。この時、三浦一族の地で、海が油の壺のように真っ黒に染まったことから、今の地名油壺の呼び名がついた。 とされる。その後、豊臣秀吉の小田原征伐後に廃場となった。東京大学大学院理学系研究科付属臨海実験所の敷地周辺に掘り切りや土類とみられる遺構が残る。同実験所の新研究棟建設地で城の資格と目されていた範囲が1992年に発掘調査された。発掘の結果、大型の掘立柱建物跡や 多数のピット、空堀、土壕が見つかり、16世紀代の陶磁器類が出土した。特に長辺2メートル短辺1メートル深さ5.9メートルにもなる SK08 土壕内からは、そこの方から大量の人骨が出土し、1494年、または1512から1516年の戦闘での死者を遺棄した遺構ではないかと報告された。ありがとうございます。